時間になりましたので早速始めていきたいと思います。皆さんこんにちは。本日はようこそ長屋川水族館へお越しくださいました。今日はこのベルーガたちが野生ではどんな狩りの方法をしているのかというのを皆様にご覧いただこうと思います。その他にもベルーガたちの体の特徴などもご紹介しますので最後まで楽しんでいってください。さあ早速ですがこのベルーガ今日初めて見たよというお客様いらっしゃいますか？お、ちらほら手が上がっていますね。ありがとうございます。日本にはたくさん水族館があるんですがその中でも5つの水族館にしか飼育されていない少し珍しい種類です。そしてですね、体にも変わった特徴を持っています。日本では白イルカとも呼ばれるように体の色が真っ白なことが最大の特徴ですね。見て一目でわかるように真っ白な体の色をしています。さあこの体の色が白い理由は、はい、ベルーガたちの住んでいる海に秘密があると言われています。ベルーガたちは北極の周りとても寒いところに暮らす生き物です。北極といえば真っ白な氷や雪に覆われてしまう世界ですね。この白い氷や雪と同じ体の色をすることで北極熊やシャチなどの天敵から見つかりにくくしているんだと言われているんです。そして北極といえばとても寒いですので体にコートの代わりになる脂肪がたっぷりとついています。ベルーガたちの見た目がずんぐりと太っているように見えるのはこの分厚い脂肪のためですね。そして背中に背びれがないことも特徴です。背びれがあると氷にぶつかって邪魔になるためなくなったのではないかと言われているんですね。さあ皆さんもお気づきだと思います。左手にはですね、映像が映し出されていますね。ちょうど今リアルタイムのですね、3階水上のですね、映像が映し出されています。あちらの映像も使ってですね、ご紹介していきたいと思いますのであちらもぜひ見ていてくださいね。さあそれでは早速このベルーガたちをこちらのガラスの前に呼んでですね、皆様にご挨拶をしてもらいたいと思います。まずやってくるのは大人のメスのベルーガで名前はターニャと言います。ターニャは推定年齢24歳のベルーガです。2007年には子供を出産して育ててくれたお母さんベルーガです。はい、ターニャです。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。首をね、少しですが振ってくれています。はい、こんにちは。ターニャちょっと置いていってるよ。はい、こんにちは。そうそうそう、はい、こっち来て。ターニャはですね、とっても喜怒哀楽のはっきりとした分かりやすい性格をしているベルーガです。楽しい時は頑張ってくれるんですが楽しくないとすぐにどっか行ってしまいます。はい、ターニャ今日はどうかな、機嫌いいかな。いい、うん、よしよし。はい、ターニャこの後もまた頑張ってね、ありがとう。はい、ターニャね、今日は割と上手にご挨拶ができました。はい、こうやってですね、ここでよくできたら上のトレーナーにたくさんですね、ご褒美の餌をもらっているんですね。はい、さあそれではこのターニャが産んだ子供のベルーガ呼んでみたいと思います。名前はナナと言います。ナナは現在12歳になりました。もうですね、もう立派な大人のね、仲間入りをしているベルーガです。はい、ナナちゃん口を見せて。はい、あー、はい、どうですか。ナナ口の中を見せてくれています。見えにくいと思うんですが歯も生えています。ちょっとね、短いので見えにくいと思うんですが、しっかりと歯も生えているんですね。ちょっとすきっぱなのがベルーガたちの特徴ですね。はい、とっても上手ですね。ナナはですね、やはりターニャと比べると小柄なんですが、これでも体重は600キロ近くあります。はい、ナナも上手でした、ありがとう。さあ今回はですね、ターニャとナナの親子のベルーガで頑張っていきたいと思います。さあそれでは本題に移ってまいりたいと思います。
ベルーガの不思議な魚の食べ方ということで、今日はですね、ベルーガたちが野生ではどんな狩りの方法を取るのかというのを皆様にご覧いただこうと思います。その前に名古屋港水族館では何を食べているのかご紹介します。1種類目の魚、皆さんこれ何の魚だか分かりますか？はい、これはお腹に数の子が入っていることで有名なニシンという魚ですね。こんな大きな魚も丸飲みにして食べることができるんですよ。そして2種類目、これまた大きいですね。ちょっと茶色っぽい魚です。これはですね、ホッケと言います。皆さんもよくご存知ですよね。はい、このようなですね、寒いところで獲れる魚を主に揚げています。そして3種類目、このひょろっと細長い魚、本日の主役の魚です。これはですね、イカナゴと言います。イカナゴ聞いたことありますか？この辺りではコウナゴなどとも呼ばれていて、釘煮にして食べるようなことが多いですね。油が乗っていてとても美味しい魚です。ですがこのイカナゴ、ちょっと変わった性質を持っているんですね。はい、失礼いたしました。ちょっとね、雑音が入ってしまいましたが、さあ、このイカナゴなんですが、まあ魚なので泳げます。泳ぐ他にこのように砂に潜れるんですね。海の中の砂の中に潜って、敵から見つかりにくくしたり、眠っていたりすると言われています。このことから砂のうなぎ、サンドイールと呼ばれるようなこともあるんですね。さあ、このイカナゴ、ベルーガたちも大好きです。自然界でも実際に食べていることが知られていますが、砂の中に隠れたイカナゴをどうやって食べているんでしょうか。今日はですね、その狩りの様子をですね、皆様に見ていただきたいんですが、砂を用意するのはとっても大変なので、実験装置で再現したいと思います。それではですね、実験装置を下ろしてもらいましょう。はい、さあ、実験装置が降りてきました。皆様に見ていただきたいのはこの透明の筒の部分です。この筒の中にはたくさんイカナゴが入っていますが、直接口は届きそうにないですよね。どうやってこの筒の中のイカナゴを食べるのか、まずは皆様にじっくり見ていただこうと思います。はい、さあ、それではまずはお母さんのターニャからやってきてくれます。皆さんぜひターニャの口元見ていてくださいね。はい、さあ、それではターニャがやってきてくれます。さあ、右からターニャがやってきました。さあ、どうでしょうか。口の中にイカナゴが入っていきましたね。さあ、皆さん、ターニャがどうやってイカナゴを食べられているのか分かりますか？はい、吸ってるという声が多く聞こえるような気がします。大正解です。吸い込んでイカナゴを食べていますね。ですが、吸い込むだけじゃないんですね。吸い込む前に水を吹いています。いきますよ。ふうふう、わかりますか？口がハフハフと動いていましたよね。あれ、ちょっと見えないと思うんですが、水を吹いているんですね。水を吹きかけてイカナゴを舞い上がらせます。そして口元まで来たら吸い込むんですね。はい、ターニャずっと吹いていますね。そう、あ、わかりましたか。ヒュッとね、吸い込んでイカナゴを食べられていました。ベルーガたちはとても器用な口を持っていまして、口がとっても柔らかく器用に動かすことができるんですね。ターニャ、たくさんのイカナゴを食べてくれましたね。さあ、それでは残りのイカナゴ、娘のナナに食べてもらいたいと思います。さあ、ナナはターニャと同じように上手に食べられるでしょうか。さあ、ナナも体勢を整えて、さあ、残り3本でしょうか。はい、元気いっぱいですね。ナナはターニャより力強いような気がします。ふうふうとですね、とっても上手に水を吹いている様子がよくわかりと思います。はい、でも吹く力が強すぎてイカナゴが
吸えませんね。残り2本とってもですね粘り強く食べようと頑張ってくれています。あ、残り1本ね、残っちゃいましたが、今日は7とっても絶好調だったのでこれでよしとしましょう。はい、とってもねこの筒の中のイカナゴ上手に食べてくれましたね。ああやって手などは使わなくても水を吸ったり吹いたりすることで筒の中のイカナゴを食べることができていました。実際にはこんな筒はありませんので、砂の中にイカナゴがいるところにですねめがけて水をビュッと吹くんですね。砂ごと舞い上がらせてイカナゴが飛び出てきたところを吸い込んで捕まえて食べるんですね。自然界のイカナゴというのはもちろん生きていますので逃げることもあると思います。そこを器用に捕まえて食べているんだと思います。はい、このようなですね変わった狩りの方法を取るベルーガたちなんですね。さあ皆さんいかがでしたか。ちょっとね変わった不思議な魚の食べ方ご紹介しましたが、最後に今ですね器用に使っていた口を使ったバブルリングを皆様に披露したいと思います。今まではですね水を吹いていましたが、今度は空気をですね巻き込ませて吹くことでバブルリングを作ることができるんですね。さあそれではナナにこちらにやってきてもらって得意のバブルリング見せてもらいたいと思います。はい、さあ左の画面ではですねターニャが水をとっても上手に吹いていましたね。さあナナがやってきてくれました。ナナちゃんさっき上手だったね。はい、うんうん、そうねって。さあそれではですねナナの口元見ていてくださいね。いきますよ。ふう、あ、ちょっと崩れちゃいましたね。もう一回いきます。よいしょ。はい、どうでしょうか。ちょっとね短い時間だったんですがリングができていたのが分かったと思います。さあもう一回いきます。ふう、さあもう一回。はい、綺麗なリングですね。頭の上から空気を出してそれを吸い込んでふっと吹くとあのリングになるんですね。さあもう一回最後、よいしょ。はい、とっても上手でした。ナナの口こんなに柔らかいですね。はい、振ってみるとこんなにプルプルとしています。このですねよく動く口を使って水を吸ったり吹いたりしながら餌の魚を捕まえているんですね。はい、ナナちゃんとっても上手でしたよ。はい、それではですね以上でこのベルーガの不思議な魚の食べ方終了したいと思います。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ナナちゃんバイバイ。そう、バイバイ。ありがとうございました。ナナもとっても上手にご挨拶ができましたね。はい、それでは以上で終了となります。ナナもありがとう。はい、たくさんご褒美もらってください。さあ皆さんありがとうございました。この後もですね長屋港水族館たくさんイベントをご用意しておりますので、ぜひごゆっくりとお楽しみください。なお